ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がフェラーリ GTC4 ルッソ2019年式17600キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。実は割と最近名古屋店の方でルッソ T をご紹介させていただいたんで、そこに来ての今回そうです、ね、12の方が、まあ、いい比較になるんじゃないかなと思います、はい、やってまいりましたんで、はい、ちょっと期間が言っても直後じゃないんで、はい、僕が覚えてる限りで比較したいと思います。わかりました、はいはい、そして重要なところ触れておくと、ボンド東京の紹介の車ですからノーマルか否かっていうところは、はい、重要なところだと思うんですけど、はい、今回の車は全部ノーマルですよね。ノーマルです、はい、そのままのコンディションのものをご紹介させていただきます、はい、あとは、オプションかなと、はい、なんでこれはもうまとめて紹介させていただこうかなと思います、はい、でまず外観からいくと、よく比較するその T と T じゃない12の方、はい、外観ほぼ同じ、はい、まあ、ほぼほぼそうですね。ただ何でしょう、このシューティングブレークがもう受け入れられる方と受け入れられない方がやっぱりフェラーリ乗りの方でもいらっしゃるみたいで、はい、正直こう全体で言うとちょっとこうマニアックな方の、うん、そうです、ね、決して主役とは言わないのかな、はいはい、ただ車めちゃくちゃいいんですよね、うん、そうですね、はい、私も、まあ、ぶっちゃけたお話、センターで FF が出た時ってこのシューティングブレークスタイルってちょっと受け入れるまで時間かかりました、やっぱり。で、まあ、4シーターっていうのが、昔その昔多分あったと思うんですけども、まあ、現代にまた復活してっていうので結構受け入れるの時間かかったんですけども、今となってはいい車だなっていう。めちゃくちゃいい車ですよね、はい。まあ、確かに今までの流れでいくとちょっと邪道って言われかねないこの使い勝手の良さだったりだとかっていうところだと思うんですけど、まあちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、あとよく比較にその T と、はい、T じゃない12の方で比較される方っていうのは多いと思うんですけど、車が全く別っていう考え方なんですよね、うん、だと思います。なんかフェラーリの方でもその派生モデルってことじゃなくて、はい、全くその12モデルと V8 モデルで全く別の車種っていう捉え方みたいで、うん、はい、ただ細かいところで言うと本当にそのエンジンの違いとか、はい、あとはその、駆動方式の違いとか、はい、っていうぐらいになってくるんで、外観がまあびっくりするぐらい一緒ということで、はい、見た目はまあそうですね、はい、外観は同じような感じになります。で大体普通そう違ったらちょっとなんかグリル周り変えたりとか、はいはい、なんかちょっとボネット変えたりとかってありますけど、まあ、基本的には全部一緒という、はい、あとはもうこの他のモデルにもつながるこの L 字のヘッドライト、うん、そうですね、はい、だと全体的なデザインでいうと、FF と違って、ピニンファリーナじゃなくなってるんですよね、はい、そうですね、ピニンファリーナ、まあ、4パッパとかも今なくなってますよね。そうですよね、はい、458までってことで、はい、そこで大きくこうデザインが分かれていって、うん、はい、ただフェラーリデザインになってからちょっとその機能の方の優先をしてデザインされてるってことで、うん、はい、ちょっと横に早速回っていくとこのエラみたいな、はいはい、ダクトが、これがまさになんか象徴してるなっていう。そうですね、ちょっとまあ全くそのデザイン僕そんなにこう知識があるわけじゃないんであれなんですけど、まあ、これだけの熱量のエンジンを積んでますから、うん、はい、しっかりこの辺のダクト、だからこれ488にもそのままつながりますよね、はい、488になってこうダクトが開いてっていう、はいはい、こんな感じで、あと足元が大きく12モデルだと V8 と違って、はい、こちらのデザインのホイールになってると、はい、ただタイヤサイズなんか全部一緒なんですよね。タイヤサイズは、はい、同じですね。ホイールのデザインが、まあ、違うだけと、はい、これじゃあ偽装できますね。まあそうですね、はい、オフセットとかもまあまあ基本一緒だとは思いますね、はい、こんな感じになっております。でノーマルなんで、まあ、ちょっとローダウンしたいかなっていうのは、うん、そうですね、まあ、タイヤもデズラもまあかなりやっぱ入っているので、まあ、ホイール変えたい方はぜひっていう、そうですね、はい、はい、まあ、ご相談いただければ、はい、まあ、乗り心地だったりだとか使い勝手そこのような範囲でちょろちょろっとやることは可能ですので、はい、まあ、お気軽にご相談いただけるといいかなと、はいはい、今回ちょっといいですね、このキャリパーの色と。そうですね、一応まあまあ選べるところでアルミニウムキャリパーで、まあ、シルバーで、はい、まあ、シンプルですけどもすごくいいのかな、まとまりもあっていいのかなって思います。なんかすごく渋い感じがします、はい、そしてあとはどうしましょう、バババッとでいいですか、はい、はい、このシューティングブレイクデザインのこのシルエットと、はい、だと後ろが若干太くなって、295のタイヤホイールと、はい、はい、だと屋根、はい、非常に重要なポイントなんですよね。重要です、特にこのモデルは。はい、前回ご紹介、名古屋店でご紹介させていただいたのが、はい、月車だったんで、はい、一回ちょっとそれを見てしまうとやっぱりこの開放感、はい、あとなんか車の方向性にすっごく合ってるなっていう。そうですね、まあ、これは特に仕入れる際もやっぱりありなしってだいぶ変わる部分で、まあ、特にやっぱありの個体を仕入れるようには
基本的には勤めているので。なるほど、はい。まあ、ちょっとその室内の印象にもだいぶ変わります、かなりつながる部分だと思います、はい、これもこの後ご紹介させていただきたいと思います。続いて後ろに回っていきますと、はい、今回その外装のカーボンのパッケージなんかも入ってないんで。そうですね、まあ、非常にシンプルなエクステリアと、はい、ただマフラーがあれなんですよね、 V8 と12でちょっとデザインが違うっていう、はい、V8 だとなんか内側がこうギザギザギザっていう。そうですね、多分このスイートが今入ってる部分だとギアみたいな、はい、はい、それが12になるとこう社外マフラーのあのサクラムさんの、はい、もう本当に一部の人しか分かんないと思うんですけど、はい、そんな感じのマフラーになってると、はい、であとはそのテールなんかが、はい、ちょっとビニファリーなデザインじゃなくなって、この辺がだいぶ変わったかなっていう。そうですね、まあ812とか最近のモデルとすごいよく似てるデザインですよね、うん、ちょっと過去最高に簡単な外装紹介でしたけど、はい、あのちょっと市場で、はい、いろいろ比べたいと思いますんで、続いて内装ちょっと見てみたいと思います。で内装がこれまたなんか今回すごくかっこよくないですか。はい、多分、まあ、地味ってことはないんですけども、大人なシックっすよ、ね、はい、シックな感じで、あの僕読んだ読み物ではあの V8 モデルと12モデルであの10歳ぐらいちょっと年齢層が違うっていうふうにもうメーカー側も言ってるぐらいなんで、なるほど、よりこう何ですか、大人というか、はい、年齢層がちょっと上の世代にもしっかり乗れる、はい、こう派手すぎない、うん、いいかもしれないです、ね、シックな内装。これがトルトラですか。トルトラです、はい、はい、ちょっとこの2トンのいいですね、はいはい、そして内装は割とこうゴージャスに。そうですね、装備関係なんかも結構充実してて、はい、まあ、このシートに至っても、まあ、フル電動シートはもちろんなんですが、シートヒーターとシートベンチレーションもついております。なるほど。で特に12になるとこう GT カー要素がすごくこう、うん、強くなるというか、はい、もっとこう流す感じで乗れる車になってくるみたいなんで、はい、まあ、やっぱり装備充実してるのはかなりいいかなと、はい、これちょっといいですね、本当に質感も色味もいろんなシーンで使えそうな感じがします。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。あのできる限りオプションこうちょっと映していきますけど、はい、あの漏れがあったら最終的にトランクを見ていただきそうですね、はいはい、で足元なんかはちょっとこのアルミのスカフプレートで、マットもこの同色のやつです。そして乗り込むとステアリングはこのカーボンの LED 付きのタイプですね、はい、はい、で、もう12もV8 も両方このマネティーノでしたっけ、はい、はい、5段階のしっかりついております。そして、タコメーターが違うんですよね。はい、これまあオプションなんですけども、はい、はい、でレッドゾーンも V8 と V12 で違って、はい、確か V8 だと7000後半ぐらい、うん、そうですね、そうですよね、はい、それが12になると、8000オーバーのこちらのタコメーターになっております、はい、これいいね、なんかね。そうですね、まあ、ターボエンジンとやっぱ NA の違いなのかなっていう、はい、そしてこの2トンも上ちゃんと黒なんてこの反射がほぼないんで、はい、かなり見やすいです。これちょっと色気を優先させてこう派手な色のものにすると結構反射するじゃないですか。そうです、ありますね、はい、今回非常に乗りやすそうな、はいはい、配色です。そしてこの辺なんかもしっかりカーボンのパネル、はいはい、いいですね。そうですね、まあ、強いて言えばそのシフトのセレクターがあるセンターブリッジのところがカーボンではないんですけども、はい、ね、はい、安心してください、できますよ、はい、あのボンドグループの場合交換して後からカーボンかなんていうこともできますので、はい、お気軽にご相談いただければ。これ外装もですよね。外装もです、はい、はい、まあ、いろんなものがでさらにプラスアルファで車外のカーボンパーツなんかもたくさんありますのでご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。そして、あと今回の車の場合はレーダー探知機もこちらに、これうまいことついてますね、はい、そう思ったんですよ、本当にうまいことついてて、はい、なんかそんなにこう違和感なくというか、まあ、あんまりこう後付け感をダッシュボードとかに貼ってるわけではないので一番いいかなっていう感じです。そして最大限こうレザーとかパネルが傷つかないようにこのちょっとモケモケの、はい、巻いてあるステーでうまく出してある、はい、これレザーとかに貼っちゃうとレザー傷んじゃいますからね。そうですね、多分それ挟み込んでる感じだと思うんですけど、はい、なるほど、かなりうまい感じでついております、はい、そして、あと装備的にはシートが、はい、はい、電動の、はいはい、いいやつがついてきております。そしてあとこちらが、シートヒーターベンチレーション、はい、ついてます。両方ついてるということで、まあ、本当になんか普段使いはすごく欲しい機能は全部備わってるような感じになるのでシートとかも本当にコンフォートな感じですね。めちゃくちゃ快適な感じでございます、はい、そしてちょっとナビ周りもちょっと見てみます。
メディア関係に関しては、あ、失礼しました、はい、メディア関係に関しては、はい、もうスタンダードな感じで、これがオプションでカープレイが付けられる。そうです、アップルカープレイがありますね、はい、ちょっとこちらのタイプは付いてないと。これ後付けで、でもミラーリングとかできる、はい、アップルカープレイは後付けできるんですけど、あ、カープレイは後付けできる、はい、なるほど。ただかなりの高額です。あ、そうなんだ、はい、なるほど。じゃこの辺もご相談いただいて、はいはい、金額が折り合いつくようであれば、はいはい、追加するなんてこともできるみたいです、はい、そしてあとはで、この辺はV8、V10 におそらく両方共通だと思いますので、はい、大きめのドリンクホルダーと、はい、あとアンブレストの中はこんな感じで USB が2系統とシガーソケットが付いております。あとは天井はピラーからしっかり黒のレザーで、はい、でバイザーも、はい、こんな感じで、はい、レザーのタイプです。そしてルーフがこれ、やっぱりこれです。はい、はい、ちょっと最大限こう開放感がある感じ。うん、はい、そうですね。これ後ろが結構大人が乗っても快適なんですよね。こんな感じの内装になっております。じゃあ後部座席の方は僕の名古屋店の方で撮ったリアクション動画がありますんで、はいはい、快適さはちょっとそちらを見ていただけるといいんじゃないかな、はい、であとトランクは、うん、オプションのリストがありますんで、はい、ちょっとチェックしていただいて、まあ、こんな感じフェラリですとプレートに、はい、なっております、はい、結構細かくないのは本当にないんですよね。そうですね、本当ないのはもうなかったりするんですけど、はい、なんでめちゃくちゃついてるって感じじゃないですけど、まあ、欲しいところはしっかり、うん、結構入ってる、ね、はい、スポ行きだったりだとか、はい、パナナマサンルーフ、はい、パナナマルーフかだと、そのぐらい、まあそうですね、あとフロントリフターももちろんありますし、リフターなんかも、ね、はい、もうこれを読んだらもう僕がいちいち紹介するまでもない、うん、あと意外とルッソとかあるとまあありがたいなっていうのはノーズがすごい長いので、このフロントカメラとか、あ、なるほど、そうですね、はい、この辺のもあると全員かなってございます、はい、じゃあ続いてエンジンも見てみたいと思います、はい、エンジンがやってまいりました V10 に、はい、もう音がやっぱり、うん、もう V8 でももう全然普通の市販車より100倍いい音、僕的にね、はいはい、いい音しますけど、やっぱり V12 はもう特別だなってい う、 そうです、ね、これちょっと背筋がゾクゾクってするこのサウンドが、この快適性の車から聞こえるってすごく画期的だなと、うん、かけ始めが最高ですよね。そうですね、はい、でちょっとこれを積んでる関係でなんか V8 より50キロぐらい重い、はい、車重はまあそうですね、はい、まあ、正確には T の方が後出なんでT の方が50キロ軽いっていう、はいはい、いうことみたいなんですけど、ちょっとその辺で車のキャラクターだいぶ足回りの味付けもかなり違うみたいです、はいはい、なんでちょっとこの辺は乗ってみたいと思います、はい、で馬力の方も、700馬力オーバーでしたっけ、690、あ、失礼しました、はい、馬力の方が690馬力ということで、それから 71.1 キロかな、はいはい、もう十分すぎる、はい、怒涛の馬力とトルクなんでこの辺は元レーシングドライバー池田君にちょっと振り回してもらって、はいはい、であとこの 4RM っていうのが、はい、FF から始まった4駆のシステム、はい、ただ FF よりだいぶ頭が良くなってるとかっていう、そうですね、はい、信頼性もググッとアップしてる感じっていう風に聞いたんですけど、うん、はい、まあ、トルク配分とかその辺の電子制御はだいぶ細かく多分できるに賢くなってるんじゃないかなと思います。なんか資料読んだら外側にトルクの 90% ぐらい持っていけるように、かなり強引なこう状況でもちゃんと四駆がググッとこう効かせられるような、はいはい、仕組みになっているみたいなので、ちょっとこれこの後も乗ってみたいと思います、はい、じゃあ続いてマフラーの音を聞いてみたいと思います、お願いします、はい、じゃあいきます、いきましょう、はい、もう過去最高にこう外装内装紹介がサクッと済ましちゃいましたけど、ね、重要なところでいくとオプション、はい、カーボンドライビングゾーンプラス LED ステアリング、あとカーボンエアベント、はい、スポーツエキゾーストパノラマイックルーフパッセンジャーディスプレイ、こちらですね、はいはい、パッセンジャーディスプレイ、乗っててもいいよ、トランクにカメラがある、あ、ちょっと下げます。
なんで乗ってっていいですかって言い出したと思う。V12 に興味があるからです。絶対そうだと思った。よいしょ。今のもカットせずに入れます。はい、今のもカットせずに入れます。入れちゃいますよ。行きましょう。行きましょう。あの信号のタイミングがちょうどです、はい、じゃあせっかく4人乗りなんで、後ろの快適さはちょっとカメラマン事情聴取して、はい、3人で行ってみましょう。はい、嬉しいです。やっぱりこれ後ろに乗るときにシート倒すだけでこの電動がウィーンって前に行ったりとか、ああそうですよね、しっかりその辺の欲しい機能というか装備というか、はい、もうついてるのはいいところじゃないでしょうか。そして装備、ちょっと先ほど触れましたけど、まあ、カーボンのステアリング LED 付き、はい、あとカーボンエアベント、スポーツエキゾースト、パラノラミックルーフ、パッセンジャーディスプレイ、はいはい、これも結構するんですよね確か。意外と、はい、そうですね、はい。であとフロントリフター、はい、やっぱり長いんでリフターあるとありがたいかなと、はい、リフターもそうです、はい。あと JBL サウンドシステム、あとベンチレーション、シートヒーター、あれ、はい、シートヒーターもオプションなの。シートヒーターも、はい、なるほど、その両方ついてますんで。そしてフル電動シート、アクティブヘッドライト他、はいはい、あとはトランクのプレートを参照していただければ、はい、ざっくり、オプション分かるんじゃないかなと思います。え、ちょっと待って待って待って、なんかV8 よりだいぶ乗り心地いい気がするんですね。で今来るかなと思ったんですけど、確認したスポーツなんですね。これコンフォートはこれですね。コンフォートで今走ります。最初からスポーツモードになりました。え、ちょっと待って、乗り比べて期間が多少空いてるから、はい、あの定かではない記憶が、うん、ただこんなに乗り心地良くなかった気がするんだよな V8 モデル。これでも本当にフェラーリのモデルの中でもだいぶ乗り心地いいですよね。めちゃめちゃコンフォートじゃない。そうです、これ今コンフォートにして、なんかちょっとおねえみたいな喋り方になっちゃったけど。いやこれだいぶ V8 と違うね。あ、本当ですか。僕逆にまあちょっと撮影前に土屋さんにおっしゃいましたけど、あの、うん、T の方をちゃんと乗ったことがまだなくて、うん、あ、そうなんだ。機会がちょっとなくて、ちょっと動画も見返したいと思いますけど、 T はねもっと全然スポーツだった気がします。あ、どっちかっていうと本当にまあ、全然車が違うんで比較対象にならないですけど、はい、カリフォルニア T とかポルトフィーノとか、はい、ああいうなんかこう適度にスポーツできて快適に走れますみたいな、はい、これ全然超高級車じゃない。超、そうですね、もう本当にラグジュアリーか、ラグジュアリーな感じで。え、そもそもでもルッソがなんかあのイタリア語で高級とかそういう意味なんだよね。あ、そうなんですか。多分英語のラグジュアリーにニュアンスが近いんじゃないかなって僕勝手に思ったんですけど。なるほど。全然だって音もコンフォートにしたら、だって V12 なのちょっと忘れちゃうぐらい。これすごいですよ、今オートマのパドル使ってないですけども、6速ギアが今ここに下がりましたけど、時速40キロで6速とか1000回転ちょっとぐらいで走ってましたね。普通のあのちょっとビッグセダンみたいなシフトの仕方で、はい、そうですそうです。ギアのいいっすね、つながりも本当にね、加速の加速っていうか低速のトロトロトロっていうので V12 サウンドが聞こえるぐらいで、そうですね、速度乗っちゃってエンジン深くかかんなくなってほとんど聞こえない。そうなんですよ、これ別物だね。あ、本当ですか。ちょっと逆に T がちょっと池田君 T 乗ってほしい、はい、これ全然違うよね。名古屋の道じゃないですか。道もあるかな。全然違いますね。でもこんなにしっとりしてないよね。あ、足じゃ全然違う。そうそうそう、もっともっと全然荒々しいっていうか、あの本当にどっちかっていうと僕的には V12 モデルより V8 モデルの方がなんかフェラーリこういろいろ乗せていただく機会が、はい、458とか、うん、あとはまあその屋根開けのモデルとか圧倒的にその V8 のモデル乗らせていただく機会の方が多いんで、はい、だからもうなんかもうあっちに繋がるなっていうのはもうすぐ感じ取れる。あ、じゃあ T はそっちに近いような感じなんですね、うん、
これいいね。いや本当になんで、まあ、僕なんか逆に、まあ、フォーシーターなんでどこまで普段使いできるフェラーリなんだろうってすごい気になったんですよ、ね、この乗り心地はまあ全然普段使いできるのかなっていう。いや動画撮る前のイメージは、はい、まあ、圧倒的に乗りやすさ、毎日使える感で言ったら V8 だろうなと思ったの、はいはい、勝手にね、うん、どうしても V12 ってなんかちょっとよいしょってイメージない、なんかちょっとこう気軽に乗り出せないというか、そうですね、まあ、音もちょっと気を使ったりだとか、うん、ちょっと車の特別感もう感じるじゃない、うん、乗ると圧倒的にこっちの方があれだね、普段乗り使えるね、なるほど、うん、まあまあまあそれはその人それぞれ その求めてるところによって違うと思うんですけど、はい、圧倒的にコンフォート、ああいいですね。これじゃあしばらくちょっとコンフォートで走って体にこうこの感じをインプットしてからちょっとスポーツ行ってみますか。ちょっとねちょっと乗ってみましょう。これはすごいね、びっくりした。ああそんな違うんですね。全然違う、まあ、言うても690馬力の12気筒のフェラーリですね、うんうんうん、スーって走り出したら本当に速度乗ったらそれこそ V12 って分からない。これギア変わるところもシフトショックないですもんねすごい数字だけなんかこうポンポンギアが上がってってる感じで、で仕組み的なところでいくと一応その FF じゃんごめんなさい FR と四駆の違いはあれと一応あの 4WS リアソーダの仕組みは両方ついてるっていうことで、はい、ただ FR でリアソーダと四駆でこうリアも操作しますよっていうと弓合いがだいぶ違ってくるかなっていう。ああそうですね、乗り味的にも、うん、圧倒的にその辺がこう有効に活かせるのはやっぱり四駆なのかな、うん、まあ街中ではあんまないですけどやっぱ四駆のモデルってどうしてもこう少し飛ばしてったりするとフロントのそのトルクでフロントがこう逃げていく傾向とかも 出やすかったりすると思うんですけど、それもやっぱ後輪操舵が助けてくれたりとか、うん、本当に有効に使えるんじゃないかなと思いますよね。であとはその V8 モデルだとその50キロ軽くなってるんで、はい、なんかそのリア寄りに少しなってるとかって、あなるほど、重量配分的にも。でも50キロで逆に済んでるんですね。四駆になりつつでエンジンも大きくなってるのに。そうだね、50キロってなかなか、そうですね。でもその四駆のシステムが 4RM っていうのはなんかすごく画期的で、今までの四駆の半分ぐらいの重量で、あなんか後輪より後ろにそのエンジン持ってきてっていうのがなんかすごく、だからしっかりこうリアにトラクションがかかる、そういう仕組みみたいです。いやこれびっくりしたな。これでもホイールベースも長くて直進安定性も良さそうなんで長距離も全然良さそうですね。これちょっと本当に隠れた名車じゃないけど、うん、決してこう王道のフェラーリじゃないっていう風に評価されることは多分多いと思うんですけど、そうですね、これはだいぶいいですね、うん、なんか趣味の車で終わらないですね、うんうんうん、これは、うんうん、デートにも使えるし、いやいや使える使える、家族で使えるにも、まあ、4人まででしたら、うん、後ろもね広くないけどこう、うん、スポってはまっちゃうと全然タイトさないんだよね。大人の方が普通に2人乗れるの十分ですよね。そうなの、でももちろんその乗り降りは2ドアだからさ、はい、こうよいしょっていう感じあるけど、入っちゃうとこうお尻がスポって、うん、お尻のこのヒップポイントめちゃ低いもんね確かにそうですね、はい、こんなにお尻が入るセダンクーペないよ。うん確かにそうですね。だからもうこれだけお尻スポってはまると体支える必要もないから楽だし、これいいよ。ちょっとツーな人がこう好むのなんかすごくわかる気がします。で後々すごく評価されると。うんそうですよね。そしてこれをこんなにいいのが作れるんだったらちょっと4駆の SUV のちょっともうちょっと考えませんっていうSUV ちょっと気になりますけどね。ただまあ確かに気になる気になるけど、ちょそれフェラーリがそれやるんですかって思ってしまいます。私確かに、はい、今やアストンもランボも当たり前のように SUV がある時代ですけど、はい、まあだからそこに肩並べられるかですよね。ウルスもすごい
売れたというか今すごい人気じゃないですか。今ランボで一番売れてる車でしょ。そうですよね。なんで、まあ、フェラーリがじゃあ SUV 作って、まあ、このルッソとか多分すごくいい意味で本当によくできた車だと思うんですけど、 SUV でじゃあこういう車ができるのかどうかっていうのと、それがまあちょっと全く想像できないかなどれだけの人に受け入れられるのかなっていう感じですよね。なんか今までこう走ってめちゃめちゃ気持ちいい SUV に遭遇したことがないんです私。いや分かんない、あるかもしれないし、うん、そう人それぞれあるかもしれないけど、走ってうわー気持ちいいっていう SUV がまだない。あ、なるほど。でそこになる可能性はなくはない気がしますけど。そうですね。いやもうそれもう物理的に車として無理じゃねえかなっていう、でっかいダイヤホイール履いてっていうのは、だから一つの答えとして4駆4人乗れます、はい、これがフェラーリの、まあ、SUV ではないけど、うん、まあ、そういう的な車ですって言われたら、まあ、ちょっと乗るとやっぱり納得する。はい、そうですね。ブレーキすごいな、めっちゃ効く、うん、そうですね。カーボンブレーキで全然もう初期のタッチからグッと入ります、ね。あ、そして本当に、ね、今カンパチちょっと流すぐらいだと全然回転が30キロちょっとで5速ですよずっと。わざとらしさがない、はい、ちょっとじゃあスポーツに変えて、はい、マニュアルモードにしてみましょう、はい、せっかくの12気筒なのにあんまりまだですね。ああそうです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 、はい、らしいです、らしいです、はい、らしいです。3000回転超えてくるとだいぶ音も、うんうんうん、響きがバルブが多分開くんだと思うんですけど、うん、響きが良くなってきますね。足も少し硬い。そうですね、うん、ただ全然でもこれでもスポーツモードでも全然不快感とかは、うん、全くないです。だ細かいのは拾うかな、スポーツだと。うん、そうですね、うん、でもなんかシートがうまく吸収してる感じがしますね、うん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 、多分この路面が荒いとことかも拾ってはいるんですけど、あんまりこう体に来ないというか。シートもいいよねこれね。シートいいですよね。ランバーサポートでこの背中の張り出しなんかも細かくできるんで、はい、僕一番このランバーペッタンコにしてこうスポッて入るようにして締め上げられるパーツは全部締め上げるっていう。私も結構そっちも方向ですよね。もともとやっぱバケットの方がやっぱりしっくりくるような感じがあるんで、それで言うと確かにちょっとサポートというかホールド性っていうのはやっぱりバケットタイプには劣りますけど、うん、街乗りするんだったら絶対こっちの方がいいですね。これいいよ。あとは結構その中古車市場でオプション中心に多分車選んでる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もちろんその予算で言ったら最初からついてこうしたことはないですけど、ぜひちょっとボンドグループ後付けも、まあ、全く全部が全部できるわけじゃないと思うんですけど、いろんなパーツ多分後付けでカーボン化できると思うんで、まあ、その辺を求める方はご相談いただけるといいんじゃないかなって。はい、そうですね。これちょっと V8 買うか V12 買うか多分悩むと思うんですけど、乗ると多分はっきりすると思う。ああ、そうですね。もし運転する機会があれば、はい、あ、自分に合ってるのこっちだなっていう。だって値段が500万円ぐらい、500は変わりますね、ベースの価格が、まあ、そこが四駆の部分と、プラス4気筒と、はい、はい、まあ諸々になってくると思うんですけど、ただフェラーリってもオプションつけてったら500万円の差って、うん、まあ、もちろんものすごい大金なんですけど、はい、そのオプションあるなしで500万円ぐらいこう、うん、余裕で変わっちゃう車種なんで、はい、下手したら本当に V12 より高い V8 より、うん、全然あると思います、ありますよね、はい、はい、だそこはちょっとどこで折り合いをつけるかですけど、今回の車は、まあ、欲しい快適装備、うん、はい、しっかりついてて、だ自分 の勤め先ながらカーズの車チョイスはいつも感心します
まあ、でもこの辺りの価格帯の車ってやっぱ本当にオプション一つ一つでもだいぶシビアに厳選してますね、やっぱり。まあ、あこれついてないのかっていう、うん、ありますね。もちろんついてないのはついてないなりに、ちょっとその価格がとかコンディションがとか、うん、そうなんですよ。で妥協できる部分とできない部分とかありますので、その折り合いをどこでつけるかですけど、そうですね、今回ちょっと欲しい装備、いや なおさらなんかその12のこのコンフォートさだったら、両方ベンチレーションもシートヒーターもついてて、あのこのパノラマ、はいはいね、欲しいとこだなって。これもちょっと乗り出す前も言ったけど、この骨組みがなくこのデカさだからね1枚ですよねすごいですよね。いやだからちょっとこの剛性とかどうなってんのっていう、うん、でも乗った感じも剛性がやっぱり足りないなって感じることは全然ないですね、はい、ただまあ熊で行動でのフィーリングなんで、うんうんうん、あれですけど、まあ、限界近くではないですから、ね、あとはその四駆で前かきじゃない分、そのステアリングフィールなんかは V8V12 で結構違うのかなっていうのは勝手に、はい、もうこれは多分乗ると分かるんですけど、ステアリングはしっかり前が書いてるなっていうか、前がしっかりトルクかかってるなっていうのは伝わってきます、なるほど。いいな、ルッソ欲しいな、はい、でもいいっすね、全然ステアリング重みがあるわけでもなく軽すぎずって、ほんとちょうどいい感じ。いやステアリングのねフィーリングってめちゃめちゃ重要だなって最近再確認しました。でちゃんと路面のインフォメーションとかもちゃんと伝わってくるんで分かりやすいですよね。ただあんまり伝わりすぎちゃうとこう不快になっちゃうし、そうなんですよね、いろんなバランスが取れてないとこう滑らかだったらいいわけでもないし、そうですね、クイックだったらいいわけでもないし、そうなんですよ、これ本当程よくてクイックすぎてないんですよ。だから本当に全然街乗りで多分女性でも全然乗れる、ただちょっとフロントの長さだけ、うんうんうん、ここだけ慣れが必要かなと思いますけど、結構長いですもんね。結構長いです。でちょっと狭いとこ止めたりとか狭いとこ行ったりするよとちょっと、はい、あのあちょっとじゃあ第三景品ちょ、はい、興奮しすぎました、はい、でフェラーリももう着々とこうダウンサイジングの流れが、うん、だもしかしたらこういうパッケージってなかなかもううわーうわー LED がいいですね、うわあれこれってマフラーの音、これがマックス、これがマックスです、このバルブが今開いてるのが、あそうなんだ、はい、静かじゃない、まあ、割とそうですよ ね、でも音質はもう V12 サウンドです、うん、でもこのステアリング切った時にフロントがすごいやっぱりなんだろう、乗り慣れてないと違和感あるかもしれないです、やっぱりフェラーリって結構ミドシップだったり FR 多いと思うんですけど全然フィーリング違うので、あそうなんだ、これいいね、うーわ踏めないっすやっぱ690馬力って簡単に踏めないっす、四駆といえど危ないよね、はい、これ四駆でもやっぱ後ろ滑るような気配はありますやっぱり、だいぶ後ろ寄りというか、そうですね、リアプラスフロントなんだろうね多分ね、だと思います、これ、まあ、アウディみたいにもこう四輪っていう感じじゃなくて、じゃないですね、もう本当にこれはまあこの撮影前の出来事ですけど、本当にちょこっと試運転した時もちょっとラフに踏んじゃうと実は後ろ滑るんですよ、あなのでうんやっぱかなりリア寄りなのかなっていう、なるほど、じゃああんまりこういう四駆してるのを想像して過信しすぎない方がいい、過信しすぎない方がいいかなっていう、でまあやっぱり丁寧に運転する方が良さそうだな、ていうかなんか車のキャラクター的にもその本気出したらめちゃくちゃ速いし、はい、あのそれこそ最高速300キロ以上の車ですけど、なんかもうそうじゃなくて本当にこうジェントルに GT カーっていう方向なのかなっていう、そうですね、うん、でもやっぱりフェラーリですね、シフトの変速も速いですし、これいいよ、ちょっとじゃあまたコンフォートに戻します、はい、いやめ
ちょっと本当に目つぶったらスポーツカーっていうかそのフェラーリに乗ってる感じしない。しないですよ、うん、僕土屋さんに言いましたけどパノラマルーフがあるだけでフェラーリ感がちょっとバグっちゃうよね。自分の目の前のこの景色は確かにフェラーリなんですけど、あれ何乗ってましたっけ。そうなかなかちょっと普段の、うん、普段のっていうあれじゃないですけど、確かにこの組み合わせはね、7速2000回で行ってないですね。1800ぐらいで今巡航してますね。静かすぎて、静かすぎて。ただロードノイズはもちろんそのこれだけぶっといタイヤなのと、まあそうですね、うん、当然その車もなんていうの、いわゆるそのラグジュアリーカーみたいにその音をその消すような構造だったりその中身も持ってないんで、はい、割とこう外のものはそのまま入ってきますけど、カスタムしたい人なんかはなんでこの点をちょっとまあ参考に考えていただければなって感じですよね。あるに20インチですけど、例えば21インチ入ったりとか車高を下げるっていう方は、うん、まあこれ以上にそういう、うん、まあ、ロードノイズなんかを拾う可能性はありますっていうところですね。そうね、そうね、そうね。いやだからベタベタももうめちゃくちゃかっこいいんだけど、ちょっとその本当に下げないのもありかなと思っちゃった、うん、今回試乗したら。なのでまあまあそのよくフェラーリとか買う方ってまあその奥さんがなんて言うかなとか、多分そういうご家族のこと。いやこれはね、そのスポーツテイストな車が苦手な家族でも、うん、乗ったらこれ絶対いいって言うと思う。いやと思いますね。ファミリーカーでも本当に使えることは使えるかな。うん、そのちょっとその長さというか幅と長さ、はい、大きさだけ。これはいいわ。両方欲しいね。V8 と V10 で。V8 でこう買っとんで。だから本当にうまいことやってるよね。年齢差だからそのオーナー層の。年齢差10歳っていうの本当にうまいこと言ったなと思って。そうですね。あとそのフェラーリがかたくなにその派生モデルじゃなくて、うん、新しい6番目の車ですよって言ったのも、はい、うん、ちょっと納得しました。確かに。いや全然コンフォートですね。船場は確かにすごい。これはフェラーリなんですけど、ただ音はやっぱり控えめっていうかその行き過ぎてない。そうですね、うん、わーって感じじゃない。もうちょっとでも正直言うと、うん、前回にした時はもうちょっと本性を表してほしいかなと思って。あーまあまあ、ただ僕一人で乗った感じ、はい、全然もっと先ほどの以上のものが確かに秘めてるんですけど。あ、そうなんだ。結構でも、うん、やっぱ気張らないと、怖いですね。いや音がもう10デシベルくらい欲しいなと思った。あー確かに。音はでもそうですね、マフラーを変えていただく感じになっちゃうと思います。結構あれかな、マフラー変えて、あれ車検帯通るマフラーある？ないんじゃないの？マフラーはなかった気がしますね。純正のこのバルブ閉めた時のボリュームはそのままに、はい、開けた時もうちょっとプラスアルファ欲しいな。そうですね、まあ、スポーツエキゾースト入ってこれですからね。ちょっとね、多分だからちょうどね10歳差の中間ぐらいのところをこううろうろしてるんで。私30代って言ってたっけな確か。ああ、なんか前動画撮った時そのですよね。30代でなんか成功した人みたいな。違ったっけな、なんかそんなことしたんだな。これいいよ。いやなんかもうちょっとナビがちょっとポンコツなのとか、あのメディアがそんなに超充実してるわけじゃないっていうのもそんなどうでもいいですもん。でもこれでもだいぶやっぱり使いやすい。昔に比べたでしょ。そうですね、はい、うん、進化したなと思いますけどね。でも今本当に携帯つなげば、まあちょっとなんていうの、その音声に関してはどうとでも仕様あるから、はい、多分だってハードついててもハードに音楽入れてって今ほとんどないじゃない。まあそうですね、うん、まあ Bluetooth と USB 使えればまあまあ一応音声はっていう、
まあ、プラスアルファしたい方がそのガープレイとか、だからカープレイがむちゃくちゃ高いっていう、はい、カープレイ高いです。ちょっと具体的な金額あれですけども、後付けは結構高いですね。中古の軽自動車が買えちゃうぐらい、はい、やめましょう。はい、はい、これはあのちょっとその運転の楽しんで、はい、この12サウンドに酔いしれる車ということで、はい、そういった意味では本当に全部、はい、なんていうんですか、走りもそうですし快適性も全部持ってるフェラーリって他なかなかないですもんね。確かにね、これいいな。うわ何これ、超滑らかじゃないですか。超滑らか、超滑らかだし、何このどっしり感。え、これ本当にあれ50キロ重いだけかな。もう一回ちょっと帰って確認し、はい、もっとなんか重くはないけど、なんかすっごいしっかりしてる感じがする。そうですね、めっちゃどっしりしてるよ車が、うん、特になんかフロントのこのステアリングフィールが全然違うね。いや絶対多分そこかなり大きい違いがある。ブレーキめっちゃ効く。そうブレーキめっちゃ効く。ええ全然違うよこれ。でもクイックすぎないですよね。しない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 、全然クイックすぎない。4駆だからかな、少し取られる感がある。そうそうです、はい、ハンドルが、はい、なんかもう FR の方が もっとなんかフロントなんかスイスイな感じ。あーそうです、ステアリングがこれでなんかそのトルクのかかり方でちょっとグイッちょっとハンドルが持ってかれるまでいかないけど、はい、フロントタイヤの動きを感じます、はい、めっちゃ乗り心地いいよやっぱり。もう一回ちょっと俺自分で乗った T の方動画見よう。こんなんじゃなかった気がするな。でもどっちもいいね。いやーでしょうね、どっちもいいよ。機会あったら T も乗ってみたいですね。いやいやいや、ちょっとさ、なんか世の中的よ、はい、俺の偏見かもしれないけど、なんか12の下じゃないけど、うん、はいはい、なんかグレードで言ったらその上のグレード下のグレードみたいな、それ多分 V8 の時も言って同じこと言ってる気がするけど、そういう風に見られがち。はい、まあ値段も違いますと、うん、そう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 、結構そうじゃねえなと思って本当に、うん、同じ側でなんかちょっと違う車作ってきたなっていう。はい、多分全然キャラクター違うんでしょうね。違うね。だったらなおさら外装ちょこっと変えてくれればよかった。いやせめてなんかちょっとバンパーの形とかさ、はい、うん、まあ、AMG と AMG じゃない車じゃないけど、そのぐらい、あそうですよね、そのぐらいのちょっと違いはあってもよかったんじゃないかなって。行けるタイミングで右車線まで行っちゃったけど、だってレビューにはあの BM とメルセデスぐらい違うって書いてあったよ。ああ。でもそれこれ乗った人は本当に分かると思うんですけど、それぐらい違いますよね。そのぐらい別の車だって。もう一個右？あ、そうですね。はい、いや確かにこれ女の人でも全然乗れちゃうね。やっぱそうですよね。全然乗れちゃう。確か V8 の時も同じこと言ってる気がするけど。フロントの長さだけ本当気をつけてもらえれば。最初見た時びっくりしました。すげえ長いなと思って、フロントが長いよね、はい、あれこの間出たなんかスペシャルモデルみたいのってルストベースだっけ、 FF ベースだっけ。そうそう、ルストベース、ルストベースだっけ、はい、あれむっちゃかっこいいよね、見た。あなんかありましたね、名前まで出てこないですけど、あれだってワンオフでしょ。ワンオフ、はい、だからそのぐらいになりうる、そのなんかちょっとベースの素性の良さを。そうですね、ジャステルですよ。あれもだいぶエクステリアとか変わってましたもんね。そうそう、全部作り直したよね、あれね。これいいよ、めっちゃ乗り心地いいですね。助手席いいよね、本当にちょっとあのコンフォートな高級車よこれ。そうですね、そうね、このちょっとこの振動と音だけだね。そうですね、まあ仕方ないですよねこの辺は。いや仕方ないっていうか、もうこれをなくしちゃったらフェラーリじゃないけど。SUV とかだとタイヤの扁平があるじゃないですか。そうそうね、そうね、そうね、なんである程度吸収してくれると思うんですけど、このタ
イエじゃ厳しいですよね。これむっちゃ静かなタイヤ履いて、それこそエンジンマウントもめっちゃ柔らかくしてそうステアリングにも何にも伝わりませんって言ったらもっと心地よくなりそうだけど、そうですね、ちゃんとだから V12 のなんかこの鼓動感っていうか、このエネルギー感をなんかすごく感じますよ、ちゃんと。そうですね、ステアリングにも。このまま構成です。 OK だぜ。これいいよ、やっぱり V12 だな。そう、これで乗りにくかったら意味ないと思うんですけど、確かにこれだけ乗りやすい12気筒だったら全然ありですよね。いや全然扱いやすいよこれ。コーナーで結構フロント感じません？ハンドルに。ちょっと待って。ああ。ステアリングに伝わってきますよね。伝わってくる。左ですね。あのね、オンした時とアクセルオンした時にこうステアリングが伝わってくる、そうですね、こう感じと、こうパーシャルの時とオフの時と違うね、やっぱり。はい、これが多分まあ T とだいぶ違うことになると思います。いや、だいぶ違うね。はい、だ FR だとあくまで俺が乗った感じだったけど、はい、FR だとなんかステアリング勝手にこう添えてるだけでこうそっちに向く感じするけど、あ、そうですよね。四駆だと多少こう自分で向けてる感がある。 うわ、すごいぞこれはすごいぞ本当に。ちょっとスポーツにしていい？はい。うわー、速い。ちょっとやっぱ出てくときに後ろがこう書いてて、そうね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 、それをアシストが電子制御が制御してくれるって感じですよね。こうボリュームもうちょっとだけ欲しいな。うん、けど多分そこじゃないんだろうね。多分はい、はい、もうちゃんとなんかこう踏めばこうアドレナリンこうドバドバ出てくる感じの音質と、うん、そうですね、まあ、やっぱ12人綺麗ですよね、揃ってるよね、はい、楽器だよもうこれ。フェラーリの12人は楽器ですね。後ろ長距離に乗っても全然大丈夫。全然大丈夫。へえ。じゃあファミリーカーですね。ファミリーカーだねこれがでもファミリーカーに使えるとめちゃめちゃいいけど、ね、いやすごい贅沢ですよね。視界めちゃめちゃいいですよ後ろから。うん、あ、あ、そうなんだよね、閉じ込められてる感じしないんだよね。うん、どうしてもクーペのリアとかってこうすごくタイトだし、はいはい、ちょっとこう閉じ込められてる感じするけど、本当にあの4ドアの後ろに乗ってるみたいな、それぐらいのなんかこう、これでもなんかやっぱレビューして分かりますね、やっぱ東京店にお越しになるお客様にやっぱ乗られてる方でお子さんと一緒にご来店されることが多かったですよ。そうなんだ。なんか子供でもやっぱりこの開放感あるパノラマルーフとこれだけ快適だったらやっぱり喜ぶんだろうなと思って、本当にファミリーカーとして全然使えるんだなってなんか改めて全然成立するね、実感しましたね。めちゃくちゃ贅沢だけどねそうですねいやちょっとあっという間だったな。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回はフェラーリ GTC4 ルッソをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。